度の飯より江戸が好き、小江戸系 YouTuber ホーリーこと堀口真澄です。今回のテーマは江戸の初物事情。江戸っ子は初物が大好き。特に大好きなのが初ガツオ。長屋にやってきたカツオ売りのお兄さんの周りにおかみさんたちがお皿を持って集まってきました。これお金を出し合ってカツオを共同購入して切り分けてもらっているところのようです。もう初ガツオって希少価値が高いからね、値段も高いんですよね。まな板に小判1枚初ガツオなんて呼ばれたぐらいで、1尾が小判1枚だから8万円くらいするのも当たり前っていう感じで、女房を七に入れても初ガツオなんてね言われたぐらい、もう長屋暮らしの庶民まで無理してお金を作ってでも初ガツオを食べるということにこだわったんですよね。なんで江戸っ子がこんなに初ガツオをありがたがるようになったのかっていうのは、江戸時代からいろいろと考察がされていましてね。例えば江戸時代後期の文化人の太田南畝はこんな考察をしています。時は戦国時代、小田原の戦国武将北条氏綱は小田原の海に小舟を浮かべて酒を飲んでいた。するとカツオが一尾船の中に飛び込んできた。氏綱は勝負にカツオとは縁起がいいと上機嫌になって、カツオを魚に酒を飲み、後日戦に勝利した。このことから出陣前にカツオを食べて縁起を担ぐことが武士の間で流行した。もともとは戦国時代に関東地方を治めていた小田原北条氏のこのエピソードが由来だというんですね。小田原北条氏は徳川家康がやってくる前に江戸を支配していた大名で、家康公も小田原の北条氏の影響をとても強く受けていますから、あやかってねカツオを縁起のいい魚としてもてはやしたっていうのはすごいありえそうな話だなと思いました。これが武士だけじゃなくて天下太平の中で経済力をつけた庶民にも伝わりまして、あることわざと結びついたんですね。それは初物75日。初物を食べると75日長生きができるっていう民間信仰ですね。初物75日は収穫のシーズンを迎えて初めて採れた魚介類とか農作物には他の食べ物にはない生気がみなぎっていて、それを食べるとね75日ぐらい寿命が伸びるっていう考え方ですね。着物の柄とかもそうなんですけど、基本的にやっぱり季節は少し先取りするのがいいっていうような価値観があるんですよね。特に江戸っ子はせっかちで見えっぱりですしね、珍しいものとか希少価値があるものが大好きだったんですよ。だからもう少し待てば盛りになって味や値段も安定するわけなんですけど、誰でも手に入るようなものを持ってるっていうのはね、別にどうってことない野暮なんだと。まだ味も若くって値段も高いんだけど、そこにあえて手を出すのが粋とされたんですよね。まあこういった江戸人のメンタリティとかね、さまざまな要因が重なって江戸っ子は初ガツオに熱狂しました。その熱はどんどんエスカレートしていきまして、江戸時代後期になると、例えばねお金のある人は魚屋に入るのが待ちきれないということで、海に自前で船を出して初ガツオを釣った漁船にこぎ寄せていって金1両を投げ込むんですって。そうすると向こうも分かってるから一尾ポーンと分けてもらえるなんていうこともあって、これこそが真の初ガツオだと言ってね自慢したんだそうですよ。なんかこうなると食べるっていうこと自体よりも、〇〇さんもう初ガツオ食べたらしいよ、まだ魚屋に並んでないのに何両で買ったらしいよみたいな話題になることが目的だったっていう感じがしますよね。ちなみにカツオって初日以外は急速に値が下がりますから、もう1本200文とか、1尾200文だから4000円ぐらいで買えるようになったんですよね。だけどあえて値段が一番高い初日の初物を買うっていう、その心意気が粋だねということで称賛されたんですよね。まあ江戸っ子らしい美意識という感じです。
まあでもその感覚って今でも日本人にありますよね。例えばバブルの頃とかボジョレ・ヌーボー解禁日とか言って解禁日に飲むのがステータスみたいなことがあったじゃないですか。なんか今考えると不思議な感じもしますけど、初ガツオもね、実は江戸時代の終わり頃、まあ、不景気な時代に書かれた森貞万光という資料にはね、20年から30年前は初ガツオが 2,3 両で庶民もこぞってこれを食べたんだけど、最近はそうでもない、半額以下の値段になっているなんていうふうに書かれていました。だから江戸っ子の初ガツオへの異常な熱狂ぶりっていうのは、江戸時代の中でも江戸時代後期の庶民が経済的に豊かなバブルの時代だったからこその現象だったというわけなんですよね。当時の初ガツオの食べ方、今と違うんだよという話などは過去の動画、江戸の初ガツオでも解説していますので、気になる方はそちらをご覧ください。実は江戸っ子はカツオ以外にも初物にこだわっておりまして、例えば魚だと初酒とかね、初あんこうとか初シラウオとかですね、特に初酒なんかはね、もう初ガツオに匹敵する高値がついたというほどで、水戸藩、借景が取れる水戸藩なんかでは初酒を献上すると報奨金がもらえたとか言いますしね。あとお野菜も江戸時代の初期には初物のニーズに応えるべくね、促成栽培が始まってるんですよ。例えばね、油を引いた紙、まあ、水をはじく紙で野菜が植わってる場所を囲うんですね。で、雨が入らないようにして内側で炭火を焚いておいて温めるんです。それで栽培することで今のビニールハウスみたいなものを作って促成栽培をしたりとか、あと江戸の街中から出るゴミ、これを堆積するとそこから熱が出るので、これを利用して野菜の種をまくことで早く収穫ができるようになっていたとか。だから初物で特に人気の野菜ってこういった促成栽培で作られていました。あ、ちなみに何だったと思いますか？初物で人気の縁起がいい野菜といえば、そう、ナスです。ナスは一富士二鷹三ナスビーとね、初夢で見ると良いというものに数えられていることからも分かるように、物事をなす、成し遂げるにつながるということで非常に縁起がいい食べ物とされていたんですよね。江戸ばかりではなくて関西でも初ナスは人気だったようです。江戸時代の初めの頃に書かれた伊原西鶴の日本永代蔵にはこんなお話が出てきます。京都に藤一というケチで有名な男がいました。やがて初ナスの時期になり、初ナスを一つで2文、二つで3文で売る八百屋がやってきました。初物を食うと75日長生きをすると言われていたことから、みんなこぞって2つを3文で買っていったのですが、なぜかケチな藤一は迷うことなく1つで2文の方を買ってこう言いました。残った1文で盛りの時期になれば大きなナスがもう1つ買える。この方が得だ。さすがケチで有名な男だけあるね、現実的な考え方ですけど、すでにこの頃には初ナスが普通の時よりも高値で売られていたということが分かりますよね。江戸時代の初めには促成栽培の技術が確立しますから、初ナス人気に火がつきましてね、もう2月ぐらいから出回っていたっていうんですよ。いや、それは季節を先取りしすぎではと思ってしまいますが、走りの季節を過ぎればもちろんお手頃の価格になってきますので、例えば江戸の節約おかずランキング、日々特用倹約料理相撲取り組みというね、江戸の節約おかずランキングが当時発表されてるんですけど、この夏の部にはね、ナスの馬煮、それからナスビ新木あえ、ナスの刺身にナスの揚げ出し、ナスのしぎ焼きにナスビ煮とかね、トップ20の中に6品もナスを使ったおかずがランクインしてるんですよね。もうナスはおかみさんたちの強い味方だったというわけで、せっかくなのでこのおかず番付にランクインしてるナスのしぎ焼きを再現してみました。このしぎ焼き、ナスのしぎ焼きって実は今でも作られているんですけど、もともとはね、しぎ
だから鶏のシギのつぼ焼きといって、鶏のシギのお肉をナスをくり抜いた器に入れて焼いた料理のことだったんですよね。これが江戸時代になってだんだんシギを使わないでナスに味噌をつけて焼いた料理のことをナスのシギ焼きと呼ぶようになっていって今に至るというわけなんですけど、まあ要はナスに味噌つけるんだからナス田楽なんですけど、まあまあまあ作っていきましょうということでね、ナスを半分に切りまして、で切った面に江戸時代の料理によく使われたごま油を塗って、で皮を下にして弱火でゆっくりと焼いていくんです。でしんなりしてきたらお好みの味噌だれを塗るわけなんですけど、この味噌だれはね、江戸っぽい味付けにするなら甘めのお味噌がおすすめですね。江戸甘味噌つって江戸は甘い味噌を好んで食べていましたから。でも今回ねうっかり私自宅に甘味噌がなかったので、私はねこのナスの1本に対して、味噌大さじ1、これをごま油で溶きます。でお砂糖はこれお好みなんですけど、私はお味噌大さじ1の半分ぐらいの量を入れました。でまあみりんとかお酒を少々、まあ、ほんと少しずつ入れてお好みの味に味付けをしていきまして、でもうこれほんとそれぞれ好みの味付けでいいと思うんですけど、そう、何しろ江戸のレシピって分量が書いてないのでね、もう自分が分量を決めるっていう感じなんですが、でナスがしんなりしてくるので、そしたら味噌だれをつけて、でさらにこう火が通るまでですね、焼いたら完成ということで、私今回火が通るように皮に切れ目入れてたらそのままざっくり切れてしまいまして、ただの野菜炒め状になってしまった子たちもいるんですけど、無事だった子を取り上げまして、江戸っ子が大好きな山椒とごまをかけてみました。ナスがごま油をしっかり含むじゃないですか。なので揚げたわけじゃないんだけど、とってもジューシーでね、いやめちゃくちゃ美味しかったですね。シギ焼きっていうのがわかるというか、結構そのお肉を食べたぐらいのその丸々おナスを一本いただくので結構満足感もありましたし、で山椒がねまたすごいいい味を出してましたね。旬に入る前の初ナスって、いや私江戸時代の初ナス食べたことないからわかんないけど、多分味もそんなに入ってないと思うから、このぐらいしっかりお味噌とかで味をつけた方が良かったのかもしれませんよね。で今回動画作ってたらちょうどスーパーに初ガツオが並んでおりましたので、せっかくなのでね、カツオを使った江戸料理も作りました。その名も霜降りガツオということなんですが、いや超簡単なんですよ。使うのはこのカツオのサクと山の芋とあと大根の絞り汁なんですけど、まずカツオをこう細長くね切っちゃうんですよ。でそこに霜降りですから熱湯をかけます。そうすると表面だけが白っぽい状態になるので、ざっと冷水につけて冷やしたら、まあ、水気をちょっと取って、でその上から大根の絞り汁をかけて、で、食べやすい大きさ、まあ、サイコロ状とかに切って山の芋かけて、でお醤油とか、まあ、お好みで江戸の調味料の煎り酒でもいいんですけれども、そういうものをかけて完成です。いやこれはですね、ただでさえさっぱりしている初ガツオがよりさっぱりするんですよ。だからもうで、あ、大根の絞り汁かけてるからなんでしょうね、全く生臭さはなくなります。山芋かけてるからまた精がつく感じもして、ちょっと見た目も涼やかですしね、暑くなってくる時期ですので、あ、季節感感じてこういう食べ方もいいなぁなんていう風に思いました。さあこれで私の寿命は75日伸びたのでしょうか。ちなみになんで75日なのかというとね、諸説あるんですけど、例えば五行思想、まあ五行説っていうのに基づいて1年を5つに割るとだいたい75日弱になったりとかね、あと種をまいて発芽して収穫までの日数がおよそ75日の作物が多いことなどからね、当時75日75日っていうのが一区切りとして認識されていたことから来ているんじゃないかと言われていますね。人の噂も75日とか言いますもんね。まあ、何はともあれ気は心でございますから、皆様もよろしければ初物を召し上がって75日長生きができますように。いかがでしたでしょうか。お江戸いいねと思ったら高評価チャンネル登録お願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。本日はこれまで。